魔法、それが伝説やおとぎ話の産物ではなく現実の技術となってから一世紀が経とうとしていた。ある欠陥を抱える劣等生の兄、全てが完全無欠な優等生の妹、二人の兄弟が魔法科高校に入学した時から波乱の日々の幕が開いた。魔法科高校の劣等生。